皆さんこんにちは、今日はこのような大きな舞台を、いただきましてありがとうございます。で、子どもたちはこれここかな、今日は、Why we need hackers っていう、なんでハッカーがこの社会に必要なのっていう話をしたいと思います。ちょっと誤解が多分多いと思うので、そういった話をしたいと思います。そして言葉を、私子供も大人も対等だと思っているので、同じ考えを持てると思っているので、言葉を選ばず大人の言葉でちょっと話すところもあると思いますが、分かんなかったら分かんないよって後で 聞きに来てください。お願いします。で、今日のお話ですが、まず私の自己紹介として、来月12月に開催する情報セキュリティ国際会議コードブルーを運営しています。で、その一方で、ハッカーの会議に世界中飛び回ってハッカーに会いに行っています。で、仕事柄たくさんのハッカーに会うんですが、それでその中で、あれちょっと海外と日本の認識も違うなっていうのと、があったりしたんで、その話をしたいと思います。昨年ニクトの井上さんが、話してくれたんですけれども、IP アドレス、ちょうどインターネット上の番地にあたる IP アドレスに届くサイバー攻撃関連の通信回数が、約7万回年間にあるそうです。これは大きな、数だと思うんですが、これが全部攻撃が成功しているわけじゃないんですね。その中のいくつかがウェブサイトの改ざんやウイルス感染、情報漏洩、銀行の不正送金なんかにつながっているんだと思います。で、実際のお話を少し紹介したいと思います。インフラストラクチャー、水道とかガスとか、皆さんの生活を支える、ひねったらお水が出るようなものですね、そういったものを支えるものをインフラストラクチャーとみんな呼ぶんですが、これが攻撃された事件がありました。これは実際に起きたことです。まず韓国の ATM が、ストップしたのはご存知だと思います。あの時は韓国全体がパニックになったんですが、それの原因はサイバー攻撃だと想定されています。あともう一つ、ここに映っているのは原子力発電所なんですが、イランの方でこれはUSB をパソコンにこう挿して、そこからウイルス感染して、実際 その 原子力発電所の制御が適切に運動し、適切に動かなくなったっていう、攻撃が実際にありました。これが事故につながれば大変なものになったと思います。で、ここからは事故実際に起きたものではなくて、じゃあどういう可能性があるのかっていうのを報告があったものを紹介します。実際自動制御とかたくさん今ありますよね。車とか、勝手に運転してくれる、でそういう自動制御ってどれぐらい安全なのっていうのをいろんな研究者が研究してるんですね。で、その中で、ハッキングしてみた結果、車の運転のこう、ハンドル操作が奪われたり、あとはブレーキもこう止まるべきところを突っ切ってしまったりっていう研究報告がされています。だからまだまだちょっと改善の余地があるのかなというのがあります。あとスマートキー、今キーボタン一つでドアが開いたりしますよね。で、それが攻撃の可能性もあるよっていうことも言われてます。実際に、偽のキーを作って開いちゃったこともあります。車の盗難とか、事故とかの可能性につながります。で、次もこれも報告ですが、飛行機も去年から報告が上がってます。で、遠隔から操作が可能っていう、ある一定の条件が揃った場合ですけども、可能っていう報告があります。ですからこれが悪意のある攻撃であったら非常に怖い問題です。ただこれ直ちに起きる問題ではないので、安心してください。攻撃の可能性があるという報告です。ただこういうことは起こりうるということですね。で、これスマート TV、お家にあるテレビありますよね、皆さんのお家にも。それが最近スマート化してきてテレビ電話が使えたりします。で、そこにカメラついてると思うんですね。で、夏、アメリカのデフコンというところで子ども用、小学生用のハッキング大会がありました。そこで、何人かの小学生がテレビのハッキングを試みたんですが、たくさん問題点を発見してくれました。小学生がですよ。で、その子たちが発見したものの一つに、
カメラがついているのが全然こう関係ないところから見えたりするんです。だから皆さんが、お風呂上がりに裸もで走り回ってる姿とか見られたりする可能性があります。そういうのも、報告されています。で、まあ、こうしたものがいろいろ事件やら報告があるんですが、今、インターネットオブ・スティングスって言って、こういった車とか医療機器、家電、物と物がつながる時代が来てるんですね。でまだ今はコンピューターとかスマホとか携帯とか数えられるぐらいだと思うんですが、2020年度ちょうどオリンピックが来るときですね、東京。その時には500億個がつながると言われてます。ちょっと想像できないんですが20倍と言われてるんですね。で、物と物がつながっちゃってるんで、もう自分の把握してないところまで及んでます。で、そういう時代を迎えてどうすればいいのか。実際ハッカーっていうと、怖い人なのどうなのっていうイメージあると思うんですね。で、確かに中には人の血を流さずに稼げるビジネスだと考えている人もいます。これは、政治経済が不安定だったりして、明日食べるお金にも困る人たち、1日1000円1万円稼げたらもうそれで何ヶ月も食べられちゃう、そんな国の人たちが、そういう組織に頼まれて悪の手先になってやってることはあります。で、そういったコンピューターの問題点も高値で、非常に高値で売買されています。例えば数年前の記事ですが、 iOS、 iPhone ってありますよね。 iPhone の問題点、あれいくらで売れると思います？ものによるんですが、1000万から3000万と言われています。そういうことが闇取引で起きています。ですが、私が知ってるハッカーたちはそんな人たちばかりじゃないんです。そういう人たちと戦う人たちですね。彼らは本当によく働きますし、よく勉強しますし、でよく遊びます。一晩中飲んで遊びまくります。それぐらいもう猛獣のようにクレイジーなんですけど、彼らは私たちのサイドにいます。で、こういう方々たちがいるので、この世界は守られています。で、彼らのアーティスティックな創造性っていうのはこれからも守っていきたいし、そうであるべきだと思います。で、こういうさっき紹介したような人たちってあんまり知られてないと思うんですね。やっぱりこうバットマンじゃないですけど、ここにある。で、こういうふうに隠れたりしてるんですよ。で、彼らがさっきの飛行機の話、実際に起きてないけどこういう問題があるよって紹介した話、そういったものも紹介すると、なんでそんなことを紹介するんだと、なんでそんなことを言うんだ、なんで問題点を見つけるんだって、逆に非難されたりするんですね。でも彼らが言いたいことはこれなんです。ここに問題があるんだから直さないと。そりゃ予算とかいろいろあると思うんですけど、問題があることを乗る人たちも知ってなきゃいけないでしょ、知る権利があるでしょって、悪意に使われたらどうするんだって伝えてるんです、リスクを取って。で、この問題点を気づくのが最初のセキュリティの第一歩なんです。問題点が見つからないと対策が打てないんです。で、それを気づかずに、先ほど高値で売られているって言いましたよね。そういう問題点が利用されて攻撃されている、こっそり情報が抜き取られている、そういうことも起きていると思います。私たちが気づいてないだけで。こうした動きもあって、隠れたハッカーにスポットライトを当てていこうっていうのが今我々の業界で流れているところです。で、ハッカーたちに、感謝しましょうと、問題点を報告してくれたらそれを感謝しましょうという動きになっていて、そうですね、彼ら報告してくれた人の名前を、ランキングでウェブで出したりします。その中にはとても優秀な日本人がいるんですよ。ここで本当に、名前を紹介したいぐらいです。本当にかっこいい人たちです。で、そういう報告者の名前が上がると彼らのモチベーションも上がって、脆弱性の報告が増え対応する。で、そのスピードが速くなれば、高値で買ったゼロデーっていうんですけど、そういうものがどんどんこう無駄になっていくんです。その流れを速くすることが我々の社会を守ることなんですね。で、こちら、私がやってる来月あるコードブルーなんですけども、ここでも、私がコードブルーを立ち上げた目的の一つに、そういう隠れた
ハッカーたち、日本やアジアではまだまだあのハッカーの地位っていうのはそんなに認められてないので、そういうハッカーたちを紹介したい、世界に紹介したい、英語世界に紹介したいっていう思いで作りました。でその中には、ヘッドハンティングを、前回喋、った人の中にはヘッドハンティングを受けていい仕事に就いた人もいます。大きな公演に呼ばれるようになった人もいます。まず一つのチャレンジは成功したと私は思っています。でそれが、闇市場で今仕方なく働いている人たち、そういう人たちに手を差し伸べる、スポットライトを当てる場になればいいと思っています。闇市場から抜ける道っていうのがあまりにもなさすぎなんです。職がないといけないんです。で先ほど言いましたように2020年にオリンピックがありますよね。で IoT っていうデバイス、物同士がつながる時代、500億個です。でその一個一個の対応も大変ですけど、そこに流れるネットワークも何十倍になります。何十倍、何百倍でしょう。それらを守るのもハッカーたちで、ここに座ってるハッカーたちです。で今までは別々だった車の社会や、医療機械の社会、そうですね、家電の社会、バラバラだったんです。 IT 業界もバラバラです。そういうバラバラな人たちを集まって、じゃあ皆さんが安心して使える製品を作っていこう、そういう場がなかったんですね。でコードブルーはそういう場にもなっています。でこういう人たち、まあハッカーイズザキーなんですけども、彼らが我々が安心して、住める社会を作ってくれていると言っても過言ではないと思います。今持っているスマホとか家にあるいろんな電子機器ですね、彼らのおかげで動いていると思います。で薬を作る仕事と同じで、そこに問題がある限り戦い続けないといけないんです。全く同じです。このプロセスはがんとも永遠に戦い続けている、それと同じです。でテッドキッズもこのように、善意と情熱で前に進んでいます。ちょっとだけ考えてください。ハッカーがいなくなった世界を、こうして奨励される場のないハッカーたち、彼らがみんな闇市場に行ってしまう世界を、もしこれからサイバーニュースとか犯罪が起きた、で個人情報漏洩が起きた、その時にああ何やってんだって思うこともあると思うんですけど、その後ろで何十万人の人がその対応に追われている、その対策をしているっていうことをどうか思い出してください。そういう数万人のファイターのおかげで私たちの生活は支えられています。私はそういう方々を最高にかっこいいと思ってます。ありがとうございました。